今の日本を、今の政治のあり方を根本から変えていきたい。そうやって思った、思い立ち上がった政党になります。2020年に出来上がった政党になります。そして今では全国で10万人の党員がいます。おはようございます。17歳でプロボクサーになり、翌年18歳で西日本新人王、22歳の時に日本ランキングに入りました。そしてプロボクサーを一度引退し、29歳でプロボクサーに復帰しました。そして去年の10月に日本ランキングにも復活し、那須川天心に試合のオファーをかけてヤフーニュースにも載ってます。そして来年の3月には世界ランカーとも試合をさせていただきます。プロボクサーとしても、こうやって政治活動としても、二足のわらじで頑張らせてもらってます。皆さんに夢や目標を持ってほしいです。そして夢や目標を持って、俺あれしたい、これしたい、普通にみんなに言っていったらいいんです。行動して、そして小さな成功体験を積むことで、自分に自信を持てるようになるんです。そして誇りを持てるようになります。人は人、自分は自分、自分らしく生きれるようになるんです。人の目なんか気にしなくていいんです。参政党プロボクサーの村井貴弘、皆さんぜひ名前だけでもいいので覚えていってください。